はい、ということで皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、トルクドリフト2をですね、前回に引き続きご紹介していきたいなと思います。前回ね、大黒ふ頭をご紹介しましたけども、今回なんとですね、箱根ということで箱根ターンパイクですね。そこちらの顔ははめるパネルが立ってますけども、下の方に箱根ターンパイクと書いてあります。はい、ターンパイクのこれ山頂付近っすね多分。で逆側行くと多分レストハウスがあるのかな。で下ってく感じだと思います。多分この位置だとね、もう富士山が遠目に見えてますけども、めちゃめちゃ綺麗、桜の時期っすね。はい、素晴らしいこの日本家屋の感じ。いや、いいっすね。結構ね、走ってはいたんですけど、がっつり走るっていうか、あれなんですよね、通り道として走ってただけなんで。あー、いいっすね、綺麗っすね。すげー綺麗。いやー、すごい、この苔の感じとか、やっぱアンリアルエンジンやばいっすね。で前回の大黒ふ頭もそうですけど、やっぱね、日本のこのコースをちゃんと再現してるんで、左側通行になってるのもね素晴らしいし、この道幅減少のね、道幅減少じゃないか、回避所の看板とかさ、めっちゃ綺麗ですよね。あと木がね、やっぱ同じオブジェクトじゃないと思うんですよね。ああこのあれですね、工事現場の休憩所の感じとかいいっすね。発電機とかもあるし、ちゃんとこれ皆さん、発電機ちゃんとありますね。これ日本の発電機すごいね。このパイプ椅子もそうだし、日本のパイプ椅子ですもんね。あれアクティかなんかかな。でもなんか前回のあれですね、大黒もそうっすけど、ミニバンとかさ、軽トラの型がちょっと古いのがちょっと気になりますよね。なんで型古いんでしょうね、あれね。あ、綺麗っていうか、これ実寸っすね多分。オブジェクト全部オリジナルっしょこれ。あ、来ましたね、この箱根といえばこの橋の部分ね。あ、これは再現度高いわ。すごくないこれ。あ、これちょっとフォトモード欲しいっすね。ドローンカメラモードとか、これ限界なんすよ。じゃああれっすね、もうちょっと行くと多分ゼブラマークっぽい橋もあんのかな。明らかにこれ多分静岡県側に下ってってるんで。すげえ。あー、綺麗っすねこれ。見てみてください皆さん、これはもう、これはもうって感じですね。あー、トンネル出てきましたね。あー、トンネルもすごいっすね。ちゃんと日本のトンネルになってますねこれ。配線がね左上にあってねこれね。あ、すごい。あと時間帯の設定うまいっすね。ちゃんとこの影ができて、アンリアルエンジンのこのレイの表現が一番綺麗に見える時間帯を選んでますね。あー、来ましたね。ちょっとこのMF ゴーストでも有名になったここの架け橋、架け橋じゃねえか、普通にあれかいやー、すげえ綺麗、めちゃめちゃ綺麗っすねこれは。いやー、すごいなこれ。でも登ってった方が、あー、料金所出てきましたねやっぱり。登ってった方がターンパイク感出そうっすけどね。いや、すげえ。ああ、いいっすねー、出てきましたね、箱根湯本。
これはもう皆さん有名なおなじみのって感じですね。はい、パフェちゃんと再現されてますね。え、すごい。皆さんもうほんとこのまんまじゃないですかこれね。建物もちゃんと日本の建物がちゃんと表現されてるのすごいっすね。いやー、この感じすごいっすね。これはすごいわ。あー、いいっすね。やっぱ上りの方があれじゃないですか、皆さんもちょっと見慣れてるんじゃないですか。それこそね、の MF ゴーストもそうだし、ちょっとこの FFB なんですよね。ちょっと残念な、こう軽いっていうわけではなく、なんかこうセンタリングなんだな多分。でセンタリングがちょっと抜ける、セルフ当たった後に抜ける感じなんですよね。なんだろう、この抜けてセンタリングが効くっていう、なんかセルフステアの当たり方じゃないんですよねこれ。多分ね、ハンコンつなげたらわかると思う。まあもしくは俺今モザでやってるんで、モザだからっていうのだと、まあ綺麗っすねここら辺。あー綺麗っすねここら辺、ハンパイク感出てますね。いやこれは実写だわ。あーすごい。あ、やっぱ上りの方がタンパイク感出ますねやっぱり。あー綺麗、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。あーこことかそのまんまっすね。これは綺麗だわ。アンリアルエンジンマジヤバいっすね。これはすごいと思う、ほんと。あ、登ってきましたね。いや、すごい。苔の感じすごいよね。ガードレールの感じもそうですけど、桜綺麗な時期を多分あれだったんでしょうけど、桜入れなくてもよかったですねこれは。綺麗、桜入れなくても。はーい、ということで、いやー綺麗でしたな。いやでもハンコン対応してくれたのマジありがたいっすねこれ。全然操作性違う本当に。あ綺麗。いやー皆さんどうでしたか箱根ターンパイク。まあね、どっちかっていうとね、ドライブを楽しむっていうニュアンスに近い、あのコース円、あの全長とね、まあドリフトのメインのコースなのでっていうのもあると思うんですけど、うん、ドライブを楽しむ感じでやっていただければかなりいいのかなと思います。景色めっちゃ綺麗なんで本当に、うん、でまあ本当にあのこちらの方モッド対応ということで、いろんなコースが追加されてますので、そちらの方もね今後ちょっとご紹介していきたいなと思いますんで、楽しみにしていただけたらなと思います。というわけで本日はですね、トルクドリフト2追加されました、箱根ターンパイクご紹介いたしました。参考になった方ね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、次回も引き続き、日本のね、コースマップ、トルクドリフト2ご紹介していきますんで、そちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。